はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずジョブ集めもあと2つですね。まあ一旦フロエルに帰りましょう。こここそはスーパースターと海賊か。まあちょっとこのイベントもサクッと行ってくれればいいんだけど、まずは寝ましょう。ちょっと消耗してるんで。しかもイデアとか言って盲目になってるし、目が見えない。まあ魔法しか使わないから大丈夫っちゃ大丈夫なんだけど。あとナイトか。ナイトがどんなもんなのかっていうところっすね。これ頭装備してねえや、三刀流外したからなんか軽いな。大丈夫かこれ防具軽いけどいいの。まあでもクロスシールドも装備してるし、斧か。なんか二刀流じゃなくて両手持ちは覚えさせたい気がするな。どうしようかな。少し上げた方がいいのかな。まあいいや、もうめんどくさいしこのまま行こう。だいたいジョブにしたてっての頃はめっちゃ弱いっていうのが分かりましたからね。なんか火力が出なそうだな。よう、お、でも様になってるな。もういつまでつけて。うお、これだから何投げてんの。でし、そう、いや、おお、こいつは記憶があるのか。で、その曲はおじ、ところが自身のそれを許せない。はい、何何、厄介なことって。二人とも前にこの楽曲について争っていたことを。あっちゃ、覚えてる人と覚えてない人の差は何なんだ。とりあえずいいんじゃない。そうですよ、そう。おい、ちょい待ち。ああ、ぬる。だ、確かに二人の記憶は反対する方が押しかけ。お、これで、これで終わってくれ。押しかけてきたもの、俺が言っといてやる。ですです。はあ、確か作曲旅行に。です。それはキャンセルしてね。それと放送機材、いろいろあれこれと。ここで、でここでもう決めろ、決断しろ。ウッドリート3世の助言をこのマイクに向かってする。すると、おお、早い早い、いいね。強引にねじ伏せる。うんうん、プリンの方は近いからすぐ来るだろう。なーに、大切な兄弟船の。さすがだな。じゃあ改め、はい、プリンさんの新曲を望む一方、オーケー、双方の意見。イデアさん、わかった。アレンジを認めるべき。早い、これは。これだけ早いと楽だな。あなたので、私の作曲旅行は、海賊界から大最短で5日。早い、でも早くねえか。ところじゃすぐ来んだろ。え、もうスタンバってたんだよ。こうなったわけも。フランキー・フランキスカ号はたまたま座礁して、うん、いい展開だ。聞いていた配下から、はいはいはい、奏でるウッドリード、あのチャラチャラとしたあれ。それでも確かにあの曲は、もうアスタリスク集めのために協力してくれ、お前も。でもね、お、数あるお弟子さん、大事なこと。2年前私たちに敗れたプリンが、し、海に生きる者を僕、こればっかり。よし、戦闘だ、返り討ちだ。ほう、仕方ある。ゾンビじゃねえかよこいつら。なんでこんなやつを配下に持ってんだ。2匹か。こいつら絶対炎に弱いよな。とりあえず2体いるから、神々の怒りが3つしかない。で、絶対こいつ攻撃系だからエビで対応する。今宵は
で防御を固めよう。まあパターンは一緒だな。よし、いけー。バルバロッサ雷に弱いんだ。倍剣、倍撃、倍撃の割には余裕えな。おーっと防御力下げられたか今ので。フィジカルガードをもう一回貼っとくか。そうするとこらわり、おお防御力ダウンした。1600か。エビで対応する。攻撃力が若干弱えな。2400だもんな。でスパイレーツを倒しとくか。騎士道、うわー守備捨てたって。今バルバロッサの BP がなくなってるからここはちょっとチャンスだな。くーらえ、よしょけ。あ強い弓マジ強い。なんなんだ一体この強さは。とりあえず劣化のウルフをやっとこう。でこいつはまあこのまま待ちで。一旦ケアルがまだ貼る必要もねえな。属性の軽減効果、なんだろうな、スピードアップって役立つのかな。暇だし使ってみるか。オーラ9999、マジっす。スピードアップ、ちょうどスピードがダウンしたとこだ。もうこちら攻撃していこう。もうずっとこのパターンでいいっしょ。でケアルが1回貼って、なんかいいのあるかな。ここら辺はちょっとな微妙だから、まあウルフファンクでいっか。これを順番にやっていこう。2500くらいか。え、ウルフファンク弱くね。普通の攻撃の方が強いんじゃね。もしなかなか狙われないな。あーでもやっぱクリティカルが出ないと若干弱いか。クリティカルどんだけ強いんだよ。うおー全然マグノリアが狙われない。攻撃を食らうとさすがにきつい。やっぱ4連チャンした方がいいのかな。一回一回攻撃するよりはバラージとかが発動するからな。招集してきた部下を。しょうがない、こいつで神々の怒りを使ってデフォルトするか。くらえくらえ、もうないもうないぞ。フィジカルガードで、ティズはティズでデフォルトかけるか。めっちゃ BP 使ってきたな。倍撃、無駄無駄無駄、おっとっと無駄無駄無駄。オッケー、そろそろフィジカルアップを貼っとくか。よーし、これで無駄。何倒せない。デスパイレッツじゃねえよ、バルバロッサだよ。マグノリア一回こいつを攻撃しよう。でイデアはイデアで、ホーリーとか使えるのかな。あ使えねえんだ、レベルが足んねえや。スピードアップしとこう、なんとなく。こいつはもう攻撃でいいんじゃないか。うらえ、プリシジョンバラージ、プリシジョンバラージ、倒した。さらばだ。両手持ち
おお、ようやく覚えたか。鉄壁プリシジョンカバウ。とりあえず両手持ちにしようかな。ナイト、やっぱりパワーが出ないな。パワーが。海賊のアスタリスク、海賊もいいんじゃないか。結構最も物理攻撃力が高い。あ、いいね。両手持ち覚えたし、斧ってもともと、あ、違う、両手持ちじゃないよ。海賊にしよう。あれ、こんなところで戦ってたんだよ。な、何って。大体かなり誤解があったような。誤解？何の誤解があったんだ。私、海に生きるものをグローネ。ああ、いや、まさか副団長もちょうど今。ぬ、まあめでたしめでたしと。おお、潮の匂いがしていた。あの曲が体が愉快。結局バンジーオッケーじゃないか。バルバロッサとヒーズジャンス大音楽家でも、私たちはみんなで心バルバロッサのようなプリンのアレンジで。めでたしめでたし。オーケー、これは早かったな。こいつらノリノリだな。じゃあな、俺は次のジョブを求めに。時魔導士か。例によって一回寝よう。で、神々の怒りをとうとう使い果たしてしまったから、また補充しないと。あれ高いんだよね。5つくらいでいいかな。とりあえずは一戦乗り切れればなんとかなるだろう。道具を買う。5つ買うと1万円使うことになるからな。神々の怒り、どんだけ怒らせてんだよ。もう神々を、ほんと申し訳ない。こんなチンケな人間で。マグノリアをとりあえず海賊にしよう。せっかく手に入れたんで。おお、似合ってるね、女キャプテン。でアビリティだな。ちょっと待ってね、ホークアイは入れとかないとまずいから、両手持ちにしよう。せっかくだから、これでいっか。行きがけ、バラージ、ホークアイ。ホークアイつけて、そうだよな、よし、これで両手持ちになってる。相変わらずのちょっと防具だけど、これあれで手に入れたやつだよね。272攻撃力。こいつ283だよ。どういうことだよ。おかしくねえか。なんかいいのあるかな。なんかある。弓、夜市の弓マジ強えんだけど。おかしいなあ。まあいいや、とりあえず。じゃあ最後のジョブを手に入れに行きましょう。走れ湯船。うわー、てかこいつなんでこんなところで座礁したんだろう。周り囲まれてんじゃん。降りると。で、一旦セーブはしないといけないから、また奥まで行かないといけないのかな、これ。それはめんどくさいな。手前で話をつけてくれれば一番いいんだけどな。税金どうしますか。あげる、あげないみたいな。ちょっとここの武器屋を見てみよう。多分一番いい武器屋だと思うんだよね、ここ。違ったっけ。攻撃力上がるし。2か、2だったらいいな、あげなくて。バイキングアークスは宝箱にはかなわないから。氷のロット、あ、ロットだもんな。げ、これめっちゃ上がるし、6000円って安いな、買おう。あとはもう弓は全然叶わないよな。これだ、鎧。バイキングコート、まさにバイキングのためだ。
魔法防御力か。魔法を使ってくるやつ基本いないからな。固めた方が良さそうだな、これ。バイキングコートで。3つ買おう。よし。これでいいはずだ。マグノリアと。あれ？光のローブになってる。あ、そうだよ、これだって。いや、防御重視でいくよ。バイキングコート。いや、こいつはちょっと待って。こいつは光のローブでいいだろう。あれ、光のローブにならないし。あー、魔法防御がめっちゃ下がるからね。みんな、なんか防御力無視されてるな。ちなみに言うわ。あ、全然弱えや。OK、これでいこう。時魔同士と戦うけど、防御を固めるってどういうことだ？この中に入んないといけないのか。こいつなんか言ってるよね、やっぱり。約束の地、カプの里。おっさん、なぜダンジョンの中で決起中華をやるのか。もっともだ。っていうか、なんでダンジョンがあるんだって感じだけどね、そもそも。ここに青宝箱があったっけ。毎回わからなくなる青宝箱の行方。浮遊城の宝箱取ってないよ、そういえば。浮遊城行けなくない？だって。あー、そこにある。左側だ。左側に行こう。その間に海賊も、ちょっとジョブレベルを上げないといけないからな。よし。敵が出た。こいつらは合流していけんな。さあ、両手持ちの力。っていうか弓にはかなわないけど。でも弓と同じくらいの強さが2人いるってことでしょ。弓無双で終わりそうだな。終わった。挑発。さあ、ここには何が入ってる。俺、斧だ。黒なんちゃら斧。あれ、黒なんちゃら斧って今装備してんじゃん。おかしくね。二つ目。あれ、なになになに、どういうこと。本来は二丁一対で使用する。え、マジで二刀流しろってこと。斧。あれ、ある、持ってる。二つ持ってる。マジかよ、楽しみにしてたのに。騙された。で、どっちだっけ。こっち行くとどうなんだっけ。でも斧を二刀流しろってこと。どっちだよ。スイッチを押さないと。このスイッチも解除しといてもらいたいものだな。斧の二刀流が。でも二刀流は二刀流でね、金かかるんだよね。金っていうかアビリティ。両手持ちは1で使えるっていうところが利点だよな。おらおら、つえ。お、そのまま全体化とかに覚えた。これはかなりいいんじゃないか。ボス戦に入ったら未来予知とラーニングを変えればいいんだ。よし、忘れないようにしよう。多分全体化しても威力が下がらないっていうやつでしょ。やつでしょ。だいぶ戦力も整ってきたな、ここで。ようやく。やっぱり最初のジョブ選びは重要だな。後に出てくるジョブとの相性もあるからな。最初の方はやっぱり魔法系より普通にもう戦士系のジョブを取ってった方が楽そうだな。狩人とかマジ強いし、これ。基本無双ができる。まあ忍者もかなり強かったけどね。こっちでいいんだっけ。こっちにスイッチはあるかな。どこだっけな、なんかもう覚えてないや。
え、マジで分からん。あの奥まで行くんだっけ。だいぶ遠いな。なんでこんなさ、わけわかんねえ仕掛けを作るんだよ。おお、こっちやってか、リピートでいいや。暗黒騎士がちょっと弱えな、そうすると。ほらほら、4600。すげえ、一撃で倒した。うろこそぎ、倍撃覚えたいな。倍撃、倍撃があれば一気に削っていけるはずなのに。長いな、ここ。こんな長かったっけ。スイッチ押すまで、でスイッチ押したらまた戻んないといけないんでしょ。これさ、このままショートカットできないのかな。一方通行でもいいからさ、来た道をいちいち戻されるのか。一回テレポストーンで出た方が早かったりして。テレポストーンもうないからな、そういえば。補充してないや。でも地図が出来上がってるだけでもだいぶ違うな。早い、迷わなくて済むからな。ほら、いけ、プリシジョンバラージ9500。こいつにクリティカル装備させようかな。ていうか、まだ海賊の力を見てないんだけど。海賊の力を見る前に戦闘が終わる。せめて倍撃を覚えてからボス戦に挑みたいけど。どうだ、こっちだから僕だ。まあ、モンスターの出現率を抑えてるからな、そんな戦闘にはならないだろう。ガシャンコンと。てかこいつらここで周回してるんだったらさ、スイッチ戻さないでくれよ。うわ、硬そうだ。こいつらは硬そうだ。まあいいや、硬かろうが関係ない。強い、マジで強え。いやー、異常だよこの強さ。スネクラキか。防御力を下げるか。そうするとスネクラキってでも多分名前からしてスピードを下げる感じだよな。セーブしよう。あれー、セーブ前にモンスターが。セーブの番人。いやー、でもこいつらじゃ歯が立たないよ、もう。ほらほら、強い。絶品チーズいらない。この先は危険だぜ。いや、危険なことなんてないよ、もう今の俺の力だと。全てを粉砕すぎる。まあ、ただセーブはしましょう。オッケー。さあ、時魔道士、お前の力をいただく。そのアスタリスクをよこせ。税金だよ税金。一体いよ、心し、みなの。え、これ聞くの。みなの。おー、いいね、イデア。全部わかってるよ、もう。税金を下げるか、そのままにするかでしょ。この国は、まとめてくれてありがとう。別の言い方をすれば、そこであんたは、さすがだな。同時に、方や、しかし、舞台、両者の意見。さすがだ。あれは何ともできねえよ。じゃあ、福祉を維持するためにも税はこのままと。さあ、時間どうしよう。今の福祉を維持するためにも、なんと。確かに
国の。でもそれは家族の中に、とし彼らは働くことができない。そうだ。そうだそうだ。そんな家族に。これはなんという。ここぞという時にめっちゃ出てくんなこいつ。食を回すために。暴論はどっち？弱者を守れず切り捨て。えい。もう一度と。よし、これで時魔導士。時魔導士ってなんだ？何の攻撃してくるんだ？おお、怪しい奴が配下にいる。これはどうしよう。とりあえず神々の怒りをぶしゃかまして、馬の耳に念仏、いやどうしようかな、一回エビで対応するにしとこう。でフィジカルガードをかけて神々の怒りと2250合剣。なんでこっちじゃねえんだよ。おー来たー。あれでもなんか暗闇になってんの。クエスティを使ってくるのか。どっちも使ってくるな。マヌット戦闘員、馬の耳に念仏にしとこう。でエスナで解除。とりあえずマヌット戦闘員を潰そう。ほらほら生きてる。しぶといお前は。弱者狙い攻撃してきた普通に。こういうやつが厄介だな。マヌット戦闘員から潰して回復しないとまずいな。ケアルが、さあクエイクを打ってくるんだ。うおー倒した。人間系って結構三段に弱えなクエイラ。まあこんなもんか。馬の耳に念仏で、月魔法のフィジカルアップ。魔法防御を上げなくて大丈夫かな。いいじゃね、マジか。いやめっちゃ回復する。これは一気に押し切るしかないな。マジックガード、うわめてよ。反撃9999。あれ、あマイナス1でもないから。リジェネがさ、なかなかのうざさを出してるな。傷もデフォルトと。さあ来い。よしよしよし、反撃開始。劣化のウルフからのいつものパターンと。こいつのこのパターンも飽きてきたな。マグノリアはまあ馬の耳に念仏でいいでしょう。でフィジカルアップをつけとこう。でこいつはもう攻撃でいいでしょう。一番確実な攻撃が。ほらほらほら、4800、5600。クリティカルが出てくんないか。あーまずいまずいまずい。ストップを反撃してくれないのか。当たり前だけど、来い来い。いやーどうしようかな。これもうブレイブ使っちゃおう。畳みかける。大丈夫でしょう。フィジカルアップはいらないか。エスナとかで治んのかな、ストップって。一応やっとこう。でどうしようかな。いやーやっぱ攻撃でいいや。そうだこれでクライクイッカゼロ。よし9999。つえカジマジから。時魔導士、あーヘイスガとか良さそうだな。おお早速ヘイスガがある。攻撃はメテオがあるか。世の華麗なる。みんな去ってかな。さすがはイデアだ。これであの子たちに。アナゼル。そして今ある福祉で
本当に必要なものとそうじゃないものを考えてるじゃん。アナゼル、しっかりとせ。カドの思いやりはそれをすっかり忘れていたよ。うん、アナゼルがどうしても譲れないものは、まずは子供やお年寄りに必要、そしてその最小限の福祉を維持できるくらいの税を。考えてるね。それがめでたしめでたした。このお話も月日は流れて、めっちゃ月日流れてんな。またに、そうらしいな。このチーズ一かけらが3万ピーク。このハムが2枚でよ。わーい。やっぱり私財政基盤もないのに。財政基盤はそろそろ出来つつある。え、確かに。だがそれ以上にこの国の加工、有り余る木材を利用した木工加工業、造船業、町のみんなにしたってお上にしたって時間ね。国が世話した子供らが学校を出れば手厚い福祉は維持されるから。いい国家じゃないか。結婚してゆっくりだけど。ああ、そういえばあの、議員資格どころか国籍持ってねえのかよ。この国、重工業を持ってこの国を。最後は宿代も払えなくなって。福祉とはありがたい。かつての部下に世話になるってこの国を去っていったけど。誰だかつての部下って。こいつらはやかましい。お前らが幸せなのは分かった。よかったじゃないか。うん、他はた、そうだ、商工会の人たちがこいつを売り出したいから。許可？何を売り出すんだ。グランシップをこよなく愛したい。うわ、こっちはキーホルダーにマグカップ。まあ一部お金を回してくれんだったらいいよ。弟とかまであるしね。こんなのいくらで売るつもりよ。100万ピーク。小根たくましいな。ちげえ。 1% だ。 1% よこせ。1万ピークだ。1個売れるごとに俺のところに回してくれれば許可してやろう。いやー、これで税金で生活ができるぞ。時魔導士はまだいいかな。白魔法をちょっと覚えないといけないんで、レベル6までだな。アレイズホーリー、でもケアルガまで覚えればいい気がするけどな。どうなんだろうな。まあいいや。とりあえずちょっとあとカプの森行って魔法を全部買わないといけないんで、まだ何個か残ってたと思うんで、ちょっとカプの森へ行きましょう。飛べ湯船、カプの森を目指して。カプの森そのまま着地できねえかんな。ちょっと遠くに降りないと。ここ降りられないか。ちょっと広めだと思ったんだけどな。入ると、カプの里だし。カプの森じゃなかった。まあ武器はちょっと 高すぎて買えないんで、下の方だな。おお、全属性攻撃力を上げる魔法の書。属性攻撃か。あ、でも今あとこれか。サクリファイスとカーム、これで魔法は全部揃った感じかな。あ、全然揃ってね。リレイズとメテオコ。リレイズいいね。ヘイスが行動速度が上昇する。行動速度って何？あー、クイックがいいね。攻撃回数が上昇。これ全体化できるっしょ。多分何でも全体化で。うん、このパターンでいこう。これ最高だな。というところでいいかな。うん。これでサブイベントのジョブも全部揃ったので、じゃあ次からはまた本編の方をやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。